w w t ロンドンウェットランドセンターは、焼き湿地トラストの管理する湿地保護区。イングランドのロンドン南西部のリッチモンドアポンテムズ区のバーンズ地区内にあり、バーン、エルムズという公園が隣接する。テムズ川の湾曲部に密集する、ビクトリア時代に設けられ後に使用されなくなった4面の貯水池からなる。2000年に開園し、2002年に29.9ヘクタールの 領域が、バーン・エルムズ・ウェットランドセンターとして、学術研究所を重要地域に指定された。ロンドンの他の場所で目撃されることのない多くの野鳥が、このセンターで演奏している。中でも、オカヨシガモとハシビロガモの生息数は、イギリス全土の水準から見ても、著しく多い。この他にも参加の五位オナガガモタゲリクイナ、若け本声インコハイタカショドウツバメカワセミカイツブリ。 カンムリカイツブリなどの野鳥が生息している。このセンターは捕獲した野鳥のコレクションを保有してもいる。このセンターはイギリスの湿地の動物保護に関する講座や催し物を定期的に主催している。さらに、ロンドン地区の驚くべきものの一つとして2005年に BBC のテレビ番組 e n セ n a t u r a l w ン n d e r s で特集された。その時、 ジル・オッティが司会したエピソードでこの地域のインコを中心にして特集された。大きな来訪者向けの建物を有しており、結婚式会場として時々使われている。2012年、ロンドンウェットランドセンターは、BBC カントリーファイルマガジン賞のイギリス最優秀自然保護区部門に読者投票で選出された。入場料は、ギフトエイド込みで、大人14.3ユーロである。 ありがとうございます。